FRB は12日、ベージュブック地区連銀経済報告を公表し、アメリカの経済活動は5月下旬以降わずかに拡大したとの見方を示し、ほぼ変わらずとした前回から判断を引き上げました。個人消費ではサービス分野の伸びが見られた一方、一部小売りは支出の減少に直面しているとしています。雇用については健全な労働需要を維持しているとしつつ、一部で採用がより限定的になっているとしました。また賃金の上昇は続いているものの、ペースは緩やかになっているとも指摘しています。物価は緩やかに上昇しているとし、今後数ヶ月については概ね横ばいか下落するとの見通しを示しました。